こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はエルフィンのドラムソロということでですね、もうお腹いっぱいになると思うんで、とりあえず8小節ぐらいをやっていきたいと思います。エルフィンの最初のフレーズっていうのはですね、非常にこうエルフィンって裏っ側を溜めるんですね。でフィリーとかは溜めてる位置がだいたい同じサクサク進んでいく感じに対して、エルヴィンは3連をすごい溜めるので、だから最初のフレーズが表からじゃないと溜めれないでしょ。裏からいきなり入ると溜めたところがもう一拍もう次の表よりも後ろにいたりとかする。要はそういうことがなぜ可能かと、取ってるフレーズがワンツースリーフォーワンツースリーフォーとか、ワンツクツクタツクタタンツースクタツクタダドド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 ドダドン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 みたいな感じの、こうこれをもっと全音符とか二分音符とかで取ると、そのこの間のところはどんだけ溜まってもここが取ってれば大丈夫なんですよ、というふうに考えてるわけですね。だからここめっちゃ溜めるみたいな、フィリだったらっていう感じなんだけど、つくた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 って溜めるって感じですね。で次が裏から受けて、もうこれだけでえぐいって感じ。エルヴィンはこのフレーズが多いですね。あともう一個出てくるのが、これよく使います。エルヴィンっぽいでしょ。で次がここのフレーズが、この4小節目でやっといて頭で終わらずに5小節目の2拍目までなだれ込むところがエルヴィンって感じですね。こっから区切れて考えて歌えないと、というフレーズですね。こんなの実際こうコピーしても使えないんで、ただというような感じにするとこうエルヴィンっぽくなるでしょ。これ多分こうやってやってんじゃないかな。これビル・シュアートも、3連の裏っ側やるときは左手3連の表2つ、ちょっと続けてみますね。ワン・ツー・スリー・フォめっちゃかっこいいですね。ということで、頭で終わらせて自分の中にインプットしておくと、というふうに使うと自分なりに使えるんじゃないかな。だから。エルヴィンっぽい感じになる。こうやってエルヴィンのフレーズをちょっとこう要素を、だからエルヴィンっぽい感じ、こうあの暴れた感じ、裏拍がガッ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 って裏に溜めてる感じで、こうこのシンコペーション連鎖というふうにするとすごくエルヴィンっぽいですよね。という感じでコピーする時もそのままコピーしていくんだけど、まあコピーする時に何回も聞くじゃないですか、そのサウンド感を覚える。でなおかつこうやって分解して、ここは使えるな、ここは無理だなみたいなところでちゃんと仕分けして自分の中に入れましょう。これをこういうふうにしたら自分だと使えるんじゃないかなっていうのがすごい大事ですね。考えて相手のフレーズを自分のものにしていくってことですね。本読んだら本をそのまま暗唱して人に喋るわけじゃないでしょ。その内容を自分で咀嚼して自分の言葉で言い換えて相手に喋るということですね。コピーは非常に大事です。本を読むのと一緒です。要は本を読んだら自分がなくなるっていうようなことと一緒なので、コピーをしないというのはね、あ、こういう表現方法があるんだ、これを自分なりに解釈するとどうだろうっていうふうに考えてちゃんと咀嚼するところが大事です。完コピーしたって全部使えないんで、今みたいな感じで、あ、こうやるとエルヴィンっぽくなるんだみたいな感じで覚えていただけるといいかなと思います。本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。
今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。